이곳은 마법과 몬스터가 존재하는 판타지 세계. 소녀는 고블린들의 번식용 도구로 끌려갈 뻔했지만 그녀 앞에 누군가 나타나 도와주었죠. 그리고 수년 뒤 今、なんて? 募集しているんでしょ? パーティーのお仲間を! 私の名前はナルセーナ! 見ての通り、武闘家だよ! 僕はラウスト、治癒士だ。 라우스트는 길드에서도 소문난 꼴통이었고 매번 크고 작은 일로 여러 파티에서 쫓겨날 정도로 악명이 높은 일러였습니다. 아나타, 아노토코가 다레다카 와카테르노? 다레... というと? 治癒士のくせに使えるのは初級魔法のヒールだけ迷宮孤児のご多分に漏れず子供の頃から冒険者やってるくせに未だにエリアヒールもハイヒールも使えない究極の役立たずなのよお金にも困ってるだろうし あんなのとパーティー組んだらろくな宿にも泊まれないよああお金なら私持ってるから大丈夫ですほらちょっと言っちゃ悪いけどこの町に集まる冒険者は柄の悪いのが多くてね시발 갈등이냐는 라우스트랑 파티를 맺으면 고생길이 열린 다음에 그를 따돌렸는데 파뚝의 마음은 바뀌지 않았죠. 私 あのお兄さんとパーティーを組むって ずっと前から決めてたんで じゃあ、まったくどうなっても知らないんだからって、あれ?ずっと前から? ようやく会えたこれで私たちは正式なパーティーですねよろしくお願いします、お兄さん Oh. 갈뚜기녀는 초짜인 파뚜기를 데리고 위험한 곳은 가지 말라고 존나 당부했지만 라우스트는 힐따기 주제 몬스터의 패턴이나 여러가지 정보를 잘 알고 있었고 파뚜기라면 할 수 있다며 다짜고짜 근처 미궁으로 데려갑니다. 나루호도 마, 이자 となったら 에? 나니까 言いました? 야, 난데모나요 아, 待ってください 私が前を歩きます 에? 私は武道家で お兄さんは治癒士ですよ 미소녀가 처맞는 거 보면서 뒤에서 꿀을 빤다라. 배덕감 쩔겠네. 元気なのはいいけど, 戦えるのかな? この子. 이게 마색이다요. 모험자는 こいつをギルドに売ることで生計を立てているんだ。これでいくらぐらいになるんですか? ゴブリンじゃ大した額にはならないよ。高く売れる魔石は強い魔獣を倒さないと手に入らないんだ。どうかな?もう少し奥まで潜ってみるってのは。はい!いざとなったら私がお兄さんを守りますから。じゃあ計画대로。ナルセーナ! どうしたんですか? 床の色が他と少しだけ違ってたからね罠を見つけるのって普通は盗賊の仕事ですよねお兄さんは治癒士なのに どうしてこんな場所にオークが 그들은 어째서인지 던전의 저층에서 고래 몬스터인 오크를 만나게 되었고 라우스트는 계획대로 전마에게 인연을 던져놓고 그녀가 당하는 모습으로 한 발 물러나 그녀의 실력을 가늠하는 라우스트 아후.
怪我はない? あ、はい! お兄さんって本当に治癒士なんですか? 長く冒険者をやってるからね。近接戦闘も少しはできるんだよ。 少しなんてものじゃありませんでしたけど。 ナルセーナ、 その腕。 ああ、かすり傷です。 すぐに塞がりますよ。 ダメだ、ちゃんと治療しよう。 でも… ほら、見せて。 ヒール。 ゴブリンのとはだいぶ大きさが違うんですね。 야, 고블린 거보다는 뭐든 더 크지 않을까? その分高く売れる。さて、どうしようか? 君の力は見せてもらったし、稼ぎも十分だ。もう帰ってもいいんだけど。 私まだ来ます! ちょっとラウスト! あなたナルセーナちゃんを迷宮に連れて行ったでしょ! しかもこれ、オークの魔石じゃない。 이기나리 중소까지만에 머긋다노? 라우스트는 미궁의 절의 구간에서 고래 몬스터가 싸딘긴다는 이야기를 갈뚜기에게 전했고 최근 들어 이런 일이 자주 있으며 분명 미궁에 무슨 일이 있는 것일 테니 일단 조심하라는 왕숨 갈뚜기. 아마우스토선, 随分 고기겐ですね. 길드의 직원은 담당하는 모험자から 마세키를 買い上げる 時 금액에 応じて 報酬が 上乗せされるんだよ. じゃあ、私たちが魔石を取ってくればくるほど私の懐が潤うってこと。 오우, 샹년. 에? こんなに? そうだけど? 아, ちゃんと半分はナルセーナちゃんにあげるのよ? もちろんだよ。 けど, 半分にしたって これまでもらってた金額の10倍は… 아… どうしたんですか? 稲妻の剣では正当な分け前をもらってなかったのね。 ひっどーい! そうだ、 アマストさん! ギルドって取り分で揉めた時には助けてくれるんですよね! もちろん! 規定の料金を支払えば仲裁するけど… どうする? いや、もういいよ。 でも! 僕はもう新しいパーティーを組んだんだ。 前のパーティーのことは忘れるよ。 병신 호구새끼. 임마 한국인이었으면 고소에 민사까지 넣어서 다 받아냈을 거고 못 받아내면 마누라한테 등짝 좋은나 처맛. 이로야 또 니시로야 또 또. 아마스터. 한삼산, どうかしました? 今ラウストが来ていたようだが。 まさか新しいパーティーを斡旋してやったんではないだろうな。 まさか! あんな無能を斡旋したところで誰もパーティーに入れたがりませんよ。 ただ… もの好きな子がいまして。 ナルセーナ… まさか青い髪の少女ではないだろうな。 はい、そうです。 綺麗な青でしたけど。 そうか…그리고 그날 밤… 部屋? 2人一緒かい? 別々かい? 제발… 別々に決まってるだろ? 융신… 앞으로 살 장비값 어쩌고 약값 어쩌고 하면 100% 오케이 할건데 넌 그냥 평생 허공에 초파나 올려라. 同じ 部屋でも 良かったのに. 자, 오야스미. 오야스미나사이. 사실 맨 앞에 봤었던 고블린과 동거할 뻔했었던 소녀는 다름 아닌 파뚝이었는데요. 그땐 너무 어렸었던 것도 있었고 어째서인지 대가리색이 발랑까져서 파란색이 된 것도 있어서 라우스트는 그녀를 알아보지 못한 것이었습니다. 그래도 그때보다는 훨씬 성장한 몸뚱아리가 있다며 어떻게든 합방만 할 수 있다면 그토록 동경하며 바래왔던 오니짱과 기차놀이. それにしても, この町の人たちはどうして… 안나にもすごいお兄さんを 無能って呼ぶんだろう? 아마 이 새끼가 고자라서? 그리고 이야기는 잠시 과거로. 라우스트가 이전에 소속했었던 파티는 전사새끼가 갑질하던 곳이었고 그리 분위기가 좋은 곳은 아니었던 것 같습니다. 힐!
ねえ、ヒールで毒消せたっけ？消せないよ。でもこうやって体力を回復させていればいずれ毒の効果が消えて。はあ？自分で何とかしろってこと？あんた意味ないじゃない。おい、いつまでごちゃごちゃやってんだ。ナウスト、何とかしろ。無理だよ。だから解毒薬を用意しておいた方がいいって。うるせえ。あんな高い薬買ってられるか。大体治癒士のくせにヒールしか使えないてめえが悪いんだろ、この無能が。こんなクエストやってられるか。マルドレス、撤退だ撤退。お前らもさっさと逃げろ。ラウスト、お前は追放だ。追放だ追放だ追放だ。ヒュドラを倒せなかったのはあんたのせいなんだから当然よね、この欠陥治癒士。二人が夜明けまでお楽しみだったせいで動きに制裁を欠いていたのが原因だと思うけど。ねえアーミヤ、今日のクエストが失敗したのは誰のせいだと思う？それは…아시바의꿈라우스는그이후로도계속해서무언가를했었지만이세계에서힐러의취급은상당히족같은모양이었죠けど彼らが必要としていたのは治癒士ではなく魔獣の目を引きつけるための生き餌だった。迷宮孤児にとってそれはごく普通の扱われ方だったけど、ナイス。痛いのも怖いのも死ぬのももちろん嫌だったけど、何より一人の冒険者として扱ってもらえないことが悲しかったのだ。どうしてあの子を助けようと思ったのか今になっても理由はわからない。迷宮孤児の命に価値なんかないけど、命と引き換えに彼女を救えたら僕の死は無駄じゃない、そんな風に考えたのかもしれない。ありがとうございます。いや、僕にできるのはこれだけだから。生きている人間をおとりに。ひどい、ひどいわ。私決めたわ。大きくなったら冒険者になる。冒険者になってお兄さんとパーティーを組むの。え？安心してください、お兄さん。お兄さんは私が守ります。라우스트는자신이지켜낸소녀의눈물과감사한마음에다시일어날수있었고언젠가자신과파티를하겠다는그녀를잊지않고있었으며그녀와다시만날날만을기다리고있었죠아노코토바가나갔다라今度こそ冒険者をやめていたのかな。そうしたらあの子と会うこともなかったんだな。じゃあ今日は少し下の階に行ってみようか。はい。この辺りはもう中層階と呼ばれる場所だ。出てくる魔獣もそれなりに強いから気をつけて。はい。ダメだ、ナルセーナ。あいつはリッチだ。実体を持たない、いわゆる霊体でできた魔獣だから物理的な攻撃は効かないんだよ。私なら倒せます。ナルセーナ、君まさか。よし、ついてこい。人は訓練によって体の内に存在する気の力、プラーナを操れるようになる。修行を積んだ武闘家も例外でなく、
プラーナをまとった拳は霊体であってもこりゃ打ち砕く。あの時か。ちょっと待ってヒール、これは治癒魔法の効果を増幅してくれる魔道具なんだ。ほら、ここに魔石があるだろ。冒険者が集めた魔石はギルドを通じて職人たちの手に渡り、魔道具へと姿を変えてまた冒険者の元に帰ってくるんだ。그들의상성은좋지도나쁘지도않았지만라우스트는자신을하나의몸과로인식해주는파뚜기에게항상감사함을느끼고있었죠마이도아니오샹년밤고한와고카니고오라우스트카네와찬토아른다로우네심파이라나요메아리사소다아토에일모추이카데아이요자와타시모코도모니오사케와다세마센子供に子供って言われた。ねえお兄さん、前から気になってたんですけど、あれは何です？建物にしては入り口も窓もありませんし、表面に何も掘られてないから記念碑とかでもありませんよね。実は僕も気になって聞いてみたことがあるんだけど、驚いたことに作業している職人たちも何を作らされてるのかさっぱりだったんだ。その上、依頼主が誰なのかもわからないって言うんだ。よっぽど秘密にしておきたいんですね。あれを作らせている人は。ま、害になるものじゃないから別にいいんだけどさ。世の中には変わり者もいるってことだよ。じゃあ、また明日。あの、お兄さん。ん？いえ。おやすみなさい。ガビ。はあ、言えない。一緒の部屋がいいなんてまだ絶対。やっぱりいいよな、パーティーって。あのお嬢さんが本当に現れるかどうかはわからないけど、君のおかげでもうしばらく冒険者を続けていけそうだ。한편라우스트를강퇴시켰던전사새끼는새로운힐따기로쭉방이를데려온모양입니다그이름은라이라よろしくよろしくお願いします。이새끼그냥하렘만들고싶었던거아닌가네무리姫가この町に하이例のラウストとパーティーを組み冒険者の真似事をしているようです。ラウスト、あの無能はまだこの町にいるのか。残念ながら。もう時間がないのだぞ。手段は問わん。何としても追い出すのだ。承知しております。그리고이곳은다시노뚜기네파티いたぞ。首はまだ生えてねえみてえだな。俺とライラで仕掛ける。わあ、失敗。アーミアは魔法で援護、サーベリアは気づかれないように後ろに回り不意をつけ。了解。行くぞ。待ってよ。なんだよ。私は治癒士よ。前衛なんかできるわけないでしょ。はあ、ラウストのやつはやってたぞ。ラウストってこの前までいたっていう。はい。呆れた。あんたたち治癒士に接近戦をさせていたの？おう、逃げ回ってばっかりだったけど、たまにいい攻撃を入れてたぞ。そうそう、あの首だってあいつが切り落としたのよね、確か。治癒士がヒュドラの首を。같은시각길드。お願いします。はいはい、今日もかなりの収穫ね。また中層階まで行ったのね。ナルセーナちゃんに無理させてんじゃないでしょうね、ラウスト。ああ、うちは二人だけの小さなパーティーだからね、慎重にやってるよ。用心深いのはいいけど、やっぱり限界あるんじゃない？二人じゃ。そろそろメンバー増やしたらどう？
戦士や魔法使いがいると便利よ。危険な魔獣も相手にできるし、稼ぎも良くなるわよ。あんたたちも私も。おう、シャンニョン。この調子なら家を借りてもいいんじゃない？家？ああ、お金に余裕があるパーティーは一軒家を借りて、そこを拠点にすることがあるんだ。宿屋だと装備やアイテムを置いておくにも限界があるし、料金もバカにならないでしょ。ただし男女ペアの場合、そのまま恋仲になっちゃって、パーティーの拠点じゃなくてアイノスになっちゃうなんてこともある。이건좀끌릴지도라우스테는과거의거점에서좋은기억이별로없었던것같았고지금도딱히불편함은없었기때문에여친이더늘기전까지는집을구할생각은없는것같네요그리고닭돌면명령하던노뚜기네파티는히디라에게뒤지게털린상태였었고문제는명백히저금빛가새끼에게있었지만아무도불만을제기하지못한것같습니다네마사카토와思うんだけど아라우스토の野郎実は結構使える男だったみてえだなくそなんでうちを辞めたんだあんたが追い出したんでしょ。あ、そうだったか。なら話は簡単だ。え、あいつを連れ戻すいい方法でもあるのかい。俺が声をかけりゃいいのさ。ラウスと喜べ。お前をもう一度稲妻の剣に入れてやる。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 병신인가。あ、ここだけの話。新しく入れた治癒士が全然使えない女でさ、ここは俺たちを助けると思って頼むよ。お兄さん、ちょっと目を離している隙に何の話ですか。いいですか。お兄さんはあなたたちのところへなんか戻りません。라우스트또한아무리호구했다고는하지만녀석의파티엔돌아갈생각이없었고조카라는한마디만을남기고자리를떠나버렸습니다 アマゾン！はい！冒険者を紹介してくれ！強いやつがいい！私はどうだ？あ？ちょっと！2년도あがりまん꾸며놓으면꽤괜찮을지도。うるせえ！これはただの稽古だ！黙って見てろ！노뚜기새끼는끝까지구질구질하게패배를인정하지않았고꼬봉정도로는써주겠다며흰뚜기를파티에영입시켰죠무게가게아네そんなわけないか난다이시라こんな早くから라우스토さんお客さんだよ客うんあなたも来たら多分関係あるからわあのごめんなさい。こんなこと、お願いしていいことではないと、重々承知してはいるのですが。ラウストさん、私たちを助けてはいただけませんか？どういうこと？それは。ヒュドラよ。マルグルスのやつ、今日また狩りに行くつもりなの。新しい戦士を雇ったとかで、張り切っちゃって。懲りてないのよね、全然。毒消しの薬すら買ってないし、あいつ誰か死ななきゃ分かんないのよ。ヒュドラの傷はまだ癒えていません。あなたがいれば倒せます。誰も失うことなく。だから。あなたはどうしてそこまであのパーティーを、っていうかマルグルスを救いたいの？確かにあの人には問題があると思います。仲間なんです、同じパーティーの仲。ナルセーナ？じゃああなたにとってお兄さんは何だったの？あのパーティーでお兄さんがどんな扱いを受けていたか知らなかったとは言わせないわよ。검둥이는버려질까봐두려워서마음에덥던말을했다며사과했고라우스트는어른답게그녀의사과를받아주었죠아뭐이뭐ありがとうございます。하지만라우스트는니네파티에들어가는건좋겠다며검둥이의부탁을거절했는데요꼬라지를보아하니이번에도그들을도와주는호구짓을하려는모양입니다그리고느낌상인연들도언젠가지그여친으로그렇게그들은정체를숨긴흰뚜기새끼와함께다시히드라를공략하러떠나는데요
과연 흰뚜기가 그들 파티에 숨어든 이유는 무엇이며 마을에서 고의적으로 라우스트를 담그려는 것은 어째서일까요? 솔직히 말씀드리겠습니다. 예니는 쓰레기 예니입니다. 주인공이 분명 먼치킨이라는 설정이지만 트랩을 해제하거나 조법 장면 이외에는 활약하는 장면이 좆도 없었고 그것이 힐딱이란 이유 때문인가 싶기도 하지만 우리는 알고 있습니다. 옆집 힐딱이는 무쌍이라는 것을요. 그리고 작화 또한 역회는 꽤나 깔쌈하게 그려놨지만 주인공은 대가리에 번개 맞은 듯한 모습을 하고 있었으며 액션씬 또한 허접하고 스토리에 복선이나 떡밥도 없었기 때문에 대충 이렇게 흘러가다 끝나겠구나 싶은 애니였습니다. 그래도 주인공이 아직 진심으로 무언가를 조진 것이 아니기 때문에 혹시나 하는 마음에 보실 분들은 파티에서 추방당한 그 치유사 실은 최강인 것에 대하여 아니다 그냥 보지 마세요.